どうも、たつきでございます。今回は久しぶりにスカイボードをやっていきたいと思います。けたまごうぜーな。てめえ、よくも俺のスノーボードの。なんで死んだの？レイビサだろ。はいどうも、スカイボーズで絶賛連勝中のタツキです。さっき負けてたやろがい。それは昨日のせい。てか思ったんだけど、なんかいつもと腕のスキン違くね。ああ、またちょっとスキンを変えたんだ。え、あのスキン定着じゃなかったのか？そうしようと思ったんだけど、季節ごとにスキンを変えるのもいいかなーって。なるほどな、今気づいたんだが霊夢は？霊夢はまだ自分の中で夏休みを楽しんでるよ。どこまで怠け者なんだよあいつ。まあまあ、霊夢には霊夢なりの生き方があるんだよ。そう怒ってやるね。そのままにしとくってわけにもいかねえだろ。まあ霊夢には後で伝えておくから安心して。とりあえず横のやつを落としたいっていう気持ちはあるけど、おとなしく真ん中に繋げました。バッサリカットしたな。そういえば皆さん、有意義な夏休みを過ごすことができましたか？僕は海に行ったり、先輩と遊んだりしてとても楽しかったです。ただ夏休みが終わった今、一つ悩みがあるんです。それは、課題が終わってないんです。バカとしか言いようがないな。これが人類最強の生き様だ、覚えておくがいい。お前が人類最強だったら他の奴らはどうだってんだよ。家畜かな。最低、あそこに敵がいるって。ぼう、追われてたんだなこいつ。うおー、漁夫のりじゃあ。お前の心がゴミのようだな。俺にあんなこと言われたぐらいで泣くなよ。だって僕は豆腐メンタルなんだもん。いるか。お、あいつこっちに降りてきたぞ。くらえ、僕の斬撃。落ちてったな。さっきから掘ってる音がするんだが、一体どこから掘ってるんだ？てぼう、こいつさっき真ん中に突き落としたやつじゃねえか。おい、今の効果音はダメだろ。効果音なんてどうでもいいんだよ。いや、どうでもいいことじゃねえだろ。やっと防具が全部揃ったよ。今ダイヤのレギンスが落ちてるのが見えたような気がしたんだが。あった。そういえば気になったんだが。なんだい？夏休みに海に行ったって言ってたよな。言ったね。どれくらい日焼けしたんだ？マイクラのこのスキンの色くらい日焼けしたかな。すごい日焼けしてんじゃねえか。日焼け止めクリーム塗るの忘れてた。デヘペロ。はい、あの後結局何も起こらず2回目のリフィールが来ました。プレイヤーの場所がわかるコンパスは1回目のリフィールの時に手に入れたんだがな。とにかくエンパが欲しい僕である。ってエンパ来たその笑い方やめろ。すみません、今から相手の島に道をつなげて倒していくよ。まず一人目。何引き返してんだよ。いやいや、敵が来てそうで怖くて。てかこれ飛んだら届くんじゃね。かわいたね。さあ今からこの中にいる人を倒していこうか。手塞がれてるし、あの時チェストから斧取っとけばよかったなぁ。手で壊していくのマジめんどいわ。必殺、カットオール。それモッドの名前、からのマグマを投入していくスタイル。っていうかこれ早く二人目のところに行かないとサドンデスが始まるぞ。そうだな、早く見つけないと。この近くにいてくれたら嬉しいんだが、コンパス用相手の場所を教えておくれ。ってお前何やっとんねん。案外近くにいたな。おいこら、何勝手に閉めてやがる。エンパで早くあいつの島に向かいたい。ここのチェストに入ってないかな。そろそろだな。サドンデスが始まってしてエンパまた来たそんなのいいから早く二人目のところに行け。承知しました、覚悟しろ。今から僕がお前を倒すって言いながら引き返してんじゃねえよ。今のは決して油断していたわけではない。いじってるんですね。わかります。よし、このまま一気に畳みかけるぞ。うおー、おくらえー。
結局またあの落ちかよ。まあ何はともあれ、優勝できました。なんか新しいミニゲーム開発中らしいので、それもできたらやってみたいと思います。それでは、バイバイ。